皆さんこんにちは。暴れん坊将軍やマツケンサンバで老若男女におなじみの俳優松平健さん、元宝塚歌劇団月組男役のトップスターで俳優の大地真央さんとは、2004年に結婚生活13年目にして離婚してしまいましたが、その離婚原因についてはちょっとした噂があるようです。当時テレビや舞台で多忙を極めていた2人はすれ違いの生活が続いていたため、子供にも恵まれませんでした。協議の末、松平健さんと大地真央さんは離婚に合意したというのが表向きの話です。しかしそもそもこの2人の結婚はゲイとレズの偽装結婚だったという噂があります。松平健さんと大地真央さんが最初から夫婦の関係ではなかったことが離婚の原因だと信じている人は多いようです。2005年に松平健さんは前妻である元アイドル歌手松本ゆりさんと再婚し、待望の男の子を授かっています。しかしその前妻は実母の死後、後を追うように自殺してしまいました。前妻の死後、松平健さんは残された4歳の長男を男手一つで本当に大切に育ててきました。あの松平健さんが早起きして長男の弁当を作り、自転車で幼稚園の送迎をしていたといいます。長男が小学校に入学してからは仕事の合間を縫って学校行事にも積極的に参加し、近所の公園で一緒に遊ぶ姿も目撃されています。良きパパであることは間違いありませんが、一方で還暦を過ぎた松平健さんが仕事、育児、家事をこの先一人でこなしていくには体力的な不安が拭えず、周囲には支えてくれる人が欲しいと話していたといいます。そして以前から交際を噂されていた篠原涼子似のアラフォーの一般女性と松平健さんが再婚していたことが分かりました。都内の自宅周辺では松平健さんと8歳になる長男、再婚相手の妻の3人が仲良く出かける姿がすでに目撃されているということです。長男と新しい妻の関係も良好のようです。松平健さんが新しい妻を愛しているというのは当然の話でしょうが、長男の子育てのためというのが再婚理由の一つだとも言われています。芸能界には共演 NG の組み合わせが数多く存在します。実は中井貴一さんと松平健さんは長きにわたって共演 NG と言われてきました。長らく NHK の大河ドラマをめぐって因縁があるとささやかれていたそうです。それはある役をめぐる因縁だったそうです。中井貴一さんも松平健さんも大河ドラマで武田信玄を演じており、時代劇ファンの間では中井信玄と松平信玄のどちらが見事な信玄だったかの論争になっています。意外にも最初に信玄を演じたのは年下の中井貴一さんでした。1988年放送の武田信玄で大河初出演で初主演の大役を果たし、歴代視聴率2位を記録しています。一方の松平健さんは2017年の女城主直虎で武田信玄を演じました。反り上げた頭にピンと跳ねたひげ、人情味あふれた武田信玄は強烈なインパクトを残しました。1988年の武田信玄では当初中井さんは信玄の宿敵の上杉謙信役に内定していたんです。それが急遽信玄役に抜擢された。理由はある俳優さんが主演を突然降板したから。これには NHK サイドもかなり焦り、苦肉の策で中井さんに白羽の矢を立てた。中井さんのプレッシャーも相当だった。若手の彼に対するバッシングもあり、中井さんは主演を引き受けたことを後悔し、降板した俳優さんを恨めしく思う気持ちもあったとか。その降板した俳優さんというのが松平さんだったと噂されているんですと2人をよく知る芸能関係者は語ります。終わってみれば中井貴一さんにとって代表作となったわけですが、当時は心身ともに疲弊していたといいます。降板理由は定かではありませんが、当時関係者の間では信玄役をめぐって NHK と松平健さんの間でトラブルがあったという情報もあり、全く穏やかな状況ではなかったといいます。それを最も肌身で感じていたのが中井貴一さんでした。以降2人がメディアで絡むこともほとんどなかったため、共演 NG 説がまことしやかに流れたそうです。暴れん坊将軍のテーマ曲とともに、オープニングで颯爽と白馬にまたがって登場する松平健さん、
劇中では長締めとともに見事な盾を披露しています。役者によって殺人の特徴も様々ですが、松平健さんの立ちさばきは業界切手の超高速拳だと言われています。どう見ても松平健さんの乗馬と殺人の技術は超一流と言わざるを得ないでしょう。殺人や乗馬の技術は時代劇俳優にとって格付け要素でもあります。時代劇作品がヒットするかどうかは主演俳優のこういった技術が一流であるかそうでないかにもかかっているのです。これらが暴れん坊将軍が2008年までに放送回数832回という超ロングラン時代劇にのし上がった要因の一つであることは間違いありません。松平健さんの超一流の殺人や乗馬技術は暴れん坊将軍以外の世界でも彼を超一流の時代劇俳優として認めさせる強みになりました。近年では年家と松の柴田勝家役、義経では弁慶役が知られていますが、松平健さんは NHK 大河ドラマの常連俳優として強い存在感を発揮しています。時代劇が流行らなくなって廃れていく中、一流の殺人や乗馬の技術を持つ俳優も少なくなってきました。最近の大河ドラマでの立ち回りシーンでアップ取りが多いことにもそんな事情があると言われています。乗馬シーンも現在では実際に本物の馬に乗っているのではなく、トラックに俳優を乗せてバストアップだけ撮影しているそうです。そんな俳優たちの中に松平健さんが登場すると、やはり本物の重厚感というものを痛感させられるようです。このまま時代劇が廃れたり後輩が育たなかったりすると、松平健さんは本当に最後の時代劇俳優になってしまうかもしれません。愚か者、世の顔を見忘れたかの名台詞、松平健さん扮する天下の将軍徳川吉宗公の名台詞とともに始まる一流の超高速殺人は人々を大いに魅了しました。松平健さんの厳しい視線に合わせるようにカーンカーンと響く効果音と成敗の一声で締められる殺人シーンは、あの水戸黄門の印籠や円山の金さんの桜吹雪に並ぶほどの国民的シーンであることは間違いありません。そして松平健さんがイケメンだったこともこのシリーズの人気に拍車をかけたはずです。しかしこのイケメン将軍シリーズには軽快さも人気の要素として存在していました。もちろん松平健さんが時々見せるお茶目な動作や態度もスパイスになっています。それよりも老若男女を引きつけているのは伝説会と呼ばれる目も耳も疑うような設定の放送会があったことでしょう。現在テレビ朝日おはよう時代劇の枠内で暴れん坊将軍9が再放送されていますが、9月14日頃に第19話江戸壊滅の危機水星激突の恐怖が放送されるかもしれないと、早くもファンたちは興奮状態になっているようです。完全に特撮ものを貼り合わせたような安っぽさの中で、劇中人物は至って真剣という新感覚の回に、時代劇に馴染みのない世代も随分引き込まれたのではないでしょうか。松平健さんのような時代劇俳優に興味のない子供世代まで引きつけるという点では、後のマツケンサンバにも通ずるところがありそうです。プライベートでは悲劇や苦労が絶えませんでしたが、松平健さんは再婚し人生の伴侶とも出会いました。最後の時代劇俳優と言わず、松平健さんが今後も時代劇を若い世代に伝えてくれる第一人者として活躍することを期待しています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。